はい、どうもです。親父のお昼ご飯の時間です。ごめんなさい、ちょっと腹が出てて、すいません。最近ちょっとね、ご飯が美味しくて、今日はね、ブックオフさんにゲームをね、売りに来ております。トータルでね、100本売ったので、その査定時間が結構かかるかなと思って、で、近くにね、OK マートだったかな、たまにテレビでやってるようなスーパーがあってね、そこは行ったことないのよ。別の OK マートは1回か、でも1回か2回ぐらいかな、行ったことあるんだけど、まあ、今回ね、初めての OK マートのところ行ってみたんだけどね、あんまりね、美味しそうなっていうか、やっぱりお値段が安いやつはボリュームがちょっとなかったりとかね、まあそれはもうしょうがないんですけど、まあいいや、そういうとこはちょっと置いといて、そこでね、お弁当買おうと思ったんだけど、ちょっといいのがなかったんでね、唐山さん、唐山さんに行ってきました。久しぶりでも相当久しぶりプラス、多分1回か2回ぐらいしかね、行ったことない。すごいな、腹がな。で、注文の仕方もよく分かってなくてさ、一応ね、この唐山弁当の3個入りっていうのを買ったのね。確かね、お店に行った時にね、あ、そっか、そう言われるとそうだったな。ちょっと勝手に今思い出してきちゃってますけど、あれ、ご飯大盛りっつったんだけどな、これ大盛りですかね、まあ、ちょっとよくわかりませんけども、まあいいでしょう。それと極だれが美味しいのよ。だから極だれを3個買ったらさ、1000円超えたわ買いすぎたわ。で、今日もうね、そのスーパー行って、でお弁当、この唐山さんでやっぱり出来たてが出るから待たされたんで、いただきます。もう時間としてはね、もう査定時間はオーバーしてるのよ。だけど食べて、ご飯少ないな。いただきます。あ、これ、やっぱり美味しいな、唐山。ジューシーで、なんか注文の仕方間違えたな。でもな、これお箸が太い気がする。あ、これご飯大盛りかな、これ。美味しい。ちょうど前にさ、お姉さんがさ、車乗っているのよ。やっぱりおっさんが急に飯を食べ出したからかさ、視線を感じてるのね。だから私ちょっと見たらさ、目があったわ、見てるわ。結構でかいからな、このね、極だれのが美味しいのよ。これが美味しい。なんか手前にいたお姉さんの隣にお友達の車が止まったら、そこに乗り込んだな。これから出かけんのかな。で、この極だれがこのマヨネーズにさ、ディップして食べるともう最強なのよ。お姉さん出かけちゃったな。で、何をミスったかっていうと、普通にさ、ほんと何年かぶり、
で、回数も2回ぐらい。ちょっと言い訳しちゃってるけど。買った後に気づいたんだけど、普通のね、ノーマルのこの唐山弁当を頼むと、うま辛だったかな？うま辛、ちょっとはっきりしないんでごめんなさい。唐揚げにつける何かをね、3種類選べんのよ。で、極だれも選べるし、マヨネーズも選べるし、で、そのうまカレーだったかなんか、違うテイストのタレがつけられたのよ。ってことは、普通にね、6個入りを買っとくと、5個入りが790円でしょ。6個入りがね、890円ぐらいなんだよね。まあ、税込み900いくらだとしても、ちょっと100円ぐらい高めに、取られた計算にはなるんだけど。でも、今回行って、カツヤみたいにさ、クーポンもらったからさ。まあ、でもあんまり行かないんだけど、そこね。近場にないし。うん。ただ一つの唐揚げに対してそのタレ的なものが一種類だとすれば、極だれは食べたかったから、極だれお願いしますって言った場合にマヨネーズはつかなかったかもしれない。うん、そう考えるようにしよう。うん、普通の唐揚げ大きいんだよ。このノーマルはね、120円、1個ね。単品で買うと。この音を出したいんだよ、家で揚げるときに。じゃあ、極だれは、130円。うん。マヨもうちょっと欲しいな。うん。まあ、ゲーム売ったお金が入るし、いいか、たまには。イメージング。こう、下りうまいな。でも、あ、違う。極だれじゃなかった。何か違和感を感じると思うんだ。さっき言った3種類、多分、うま辛じゃなくて甘辛だれだ。甘辛ダレがさ、合うのよ。マヨネーズとめっちゃ。うん、極ダレもあったけど。だってニンニクなんだもん、これ。でかいな、これ。多分あれ、もう一個甘辛って言ってたんだ。まあ、クーポンもらったし。また行くか。結構ニンニク強い。甘辛だ。やっぱり普段行かないところだとさ、そのお店の空気に飲まれちゃうみたいな。そうだ、甘辛だわ。これもちょっとでも甘辛っぽいのよ、味も。ニンニクダレだけどね、極ダレってことで。でもいいや、極ダレも美味しい。うん。多分極ダレ食べたことないよ。
って2回ぐらいしか行ってないから。美味しい。すごいね、腹。ちょっとこれがきつめではあるんだけどね。まあいいや、言い訳はいいや。で、あれどうなるかな、買い取りの方ね。一応スーパーファミコンはさ、最低価格買い取り保証ついてるから、スーパーファミコンだけで19本あるから1900円も確定なのよ少なくても。これタレがさ、ここにちょっと残ってんだよね。でもこれからお店の人に会うのにさ、まあでももう臭いか。どうしようかな、甘辛食べたいな。あのお姉さんどこ行ったんだろう。金髪のお姉さん3人ぐらいでどっか行ったわ。やだな、前に乗ってたおっさん、なんかブツブツ言いながらお弁当食べてたよっていう。笑いにもしないかな。ご飯足んない。量は足りてる、唐揚げ6個もあるし。うん、熱くなってきた。いくらぐらいつくかな。言っても100本売ってるから願望としては3000は行ってほしいかな。行かないかな、安いのばっかだもんな。さすがでも軽山さん、美味しいわ。爪楊枝入ってないパターンですね。なかなか一食に1000円かけないからね。はい、ってことでね、ここまでにしたいと思います。ごちそうさまでした。今日はね、唐山さんでなんかいっぱい買ってきましたよ。お味はね、とっても美味しいんで、お近くにある方、もちろんみんな知ってると思いますけどね、行ってみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。それではまた。バイバイ。査定気になります。